パガディアン市の位置パガディアンは、フィリピン南部ミンダノ島の西部、サンボアンガ半島の南岸に位置する都市。南サンボアンガ州に属する一級市で同州の州都であり、サンボアンガ半島地方の行政中心都市でもある。面積は333.8平方キロメートル。2000年の国勢調査では、人口は142,515人。 世帯数は28,027世帯。バランガイ数は54。市の南は、モロワンの一部、イラナワに面している。市の周辺には美しい砂浜が多く、港からモーターボートなどで行くことができる。また、市街地周囲には、農地や森林が広がる、丘陵地が取り囲み、滝や洞窟も多い。旧サンボアンガ州のラバンガン町の集落だった。 パガディアンは1937年3月23日に町となった。パガディアンは1969年6月21日に法律によって市となった。1990年コラソン秋の大統領の時代にサンボアンが半島地方の行政中心をパガディアンに移す提案がなされたが不調に終わった。しかし2004年クロリア・アロヨ大統領は観光局、 労働雇用局、通称産業局のみをサンボアンガ市に残し、他のサンボアンガ半島地方政府の部局をすべてパガディアンに移す政令を発した。これら論争の的となってきた地方行政中心の移転は、パガディアンを南部の重要都市にしようという意図から来ている。サンボアンガ市民の中には、これはサンボアンガ地域がアロヨ大統領を選挙で支援しなかったことへの、 幸福であるという見方から、すでに、マニラ、セブ市、ダバオ市、マレーシアへの空路を有し経済特区もある、サンボアンガを政治の中心から純粋にビジネスと貿易の中心都市にしようという意図があるという見方もある。ありがとうございます。